鹿島房次郎鹿島房次郎から1932年7月29日は日本の実業家、政治家、神戸市会議員を経て第4代神戸市長、自治体官僚主導による都市経営手法の源流を作った人物の一人とされ、その人格及び手腕は歴代神戸市長中の白尾と称される。続籍は兵庫県平民。 広島県日馬郡小原村出身。裕福な農家、田辺香里像の弟。鹿島家に入り、慶応義塾幼稚舎を経て、慶応義塾大学理財科を卒業し、ついで、東京高等商業学校を卒業、さらに、アメリカ合衆国のミシガン大学に4年間留学した。帰国後神戸の資産家、鹿島家の婿養子となり、 神戸市水道部外事係職宅となる。ここで鹿島は頭角を表し2年目に係長に昇格するが、1901年に第2代神戸市長、坪野平太郎による大量解雇の対象となり職を失った。周囲の勧めもあって、市会議員に立候補し当選した鹿島は坪野を激しく追求し、後に辞任に追い込む一員を作り出したとされる。 1910年2月28日、突如辞任した第三代神戸市長、水上博志美の公認探しが難航した際、対応を一任された、市会議長の坪田重郎の要請を受け市長に就任した。鹿島が市長となった当時、神戸市は、重工業化が進み神戸港が貿易港として成長し、人口が市政開始時の約3倍にあたる。 およそ40万人に増加するなど、新興都市として、伸び盛りの時期を迎えつつあった。さらに就任後の1914年に第一次、世界大戦が勃発すると景気が好転し、1916年、以降神戸市の予算額は、急速に増大していった。鹿島が第一に取り組んだのは、神戸電気鉄道に関する問題であった。まず、 市長就任直後の1910年4月に開業したものの資金満から市外電車の2期線工事に着手できずにいた同社に対して補助を行うと、ついで1913年に電灯電力供給事業に参入した同社と神戸電灯との合併を承認し、さらに1917年に路線拡張を速やかに行わない同社を 滝川義作の仲裁を仰ぎつつ買収、市街電車を市営化した。市営化後、市街電車の路線は飛躍的に拡大し、都市の発展拡大を促した。教育分野では学区の廃止を断行した。これは市内の各区に任せていた小学校の運営を市に一本化し、区の財政状況に児童の教育環境が左右される状況を解消するためのもので、 神戸教育史上画期的と言われる、他の都市に先んじて行われた政策であった。鹿島はさらに300万円の交際を発行して、小学校増設に乗り出した。鹿島はその他、人口増加に対応するために仙台に大規模な水源を設け給水力の強化を図り、また、貿易量が増大し続ける神戸港の設備、 防災力を強化すべく、第1期築工工事から1922年の完成を待たずして1919 19年に、第2期築工工事に着手した。筑工,工事においては、築工工債の直接募集を行い、資金調達に経営手腕を発揮した。1918年に起こった米騒動の影響は、神戸市にも及び、大手商社、鈴木商店が焼き打ちされた。 事件の要因としては生活困窮者の多さが指摘され、司会において対応が議題となった際、カ島シマは公設市場を儲け食料品や日用品を安く供給することを提案し、実施に移した。1920年、2回まで住人したことすら過分だ。米国の大統領でも3度は出ないと参戦を誇示し、2期の人気切れを持って市長の職を辞した。 同年、川崎総本店総務理事となり、東亜セメント等、関係諸外者重役を兼ね、日本無線電信、日本航空輸送の創立に参与。また、神戸新聞社取締役のほか、1928年、神戸商工会議所会頭に就任、再選も果たした。村野工業理事のほか、1924年、神戸市に、女学校の不足を痛感し、 神戸山手学習院を開設、自ら初代校長、理事長に就任。同年、神戸ロータリークラブ創立に参加。1926年株式、会社オリエンタルホテル創立で社長。1927年金融恐慌で、川崎造船所が破綻すると、初代社長、松方孝次郎の後を受け、1928年。 川崎造船所と川崎汽船の社長に就任。川崎車両を分離させると再建に努力したが在任中の1932年に死去した。ありがとうございます。